皆さんどうも、こんにちは。 本ようやくチャンネルの竹見です。本日は特に60歳以降は、金輪剤食べてはいけない、闇が深すぎる悪魔の食べ物5000と題して、科学的根拠にしっかりと基づき、すべての年代において食べてはいけない食べ物、そして中でも特に本当に60歳以降は、絶対に食べてはいけない、闇が深すぎる食べ物の真実について、世界中わかりやすく解説していきたいと思います。初めて聞く方には、 ショッキングな内容も含まれているかもしれませんが真実を知るということは極めて重要です真実を知った上であなたがどう行動するのかそれは一人一人の価値観に基づいて決めるべきでしょう皆さんが賢明な選択をしていただけることを心から願っておりますそれでは早速参りましょうさて日本が今非常に厳しい状況にあることは言うまでもありません これは、経済や政治の話ではなく、健康に関するお話であります。健康というものを、最も重要な価値観において、日々健康を重視している私からすると、今の現状は、本当に残念と言わざるを得ません。健康において、日本が今非常に厳しい状況にあることは、単なる噂や偏見ではなく、しっかりとした数字が背後にあります。特に日本の、 糖尿病の状況は深刻です。国民の5人に1人が糖尿病、またはその予備軍と厚生労働省が発表しているという事実に驚かずにはいられません。糖尿病というのは、かつては贅沢病などと言われて、お金持ちがかかる病気であると思われていたんですが、今は実はそうではありません。 今では貧困層にも多く糖尿病が多い国というのはその国が何かしらの問題を抱えているというサインであります。500人の集まりがあればそのうち100人が糖尿病か。 その予備軍と考えると、それは明らかに異常な状態だとわかるでしょう。糖尿病というのは、本来気軽にかかるような病気、ちょっとやそっとでかかるような病気ではないからです。そのため、5人に1人という数字だけを見ても、日本がいかに異常な状況に追われているかがよくわかると思います。 これは当然ながら経済格差が広まっていることに背景があります。給料は上がらないのに食品の値段だけがどんどんと上がっていく。このような状況では仕方なくスーパーなどで半額で売られている菓子パンや惣菜に手を伸ばすしかない。そのような方が今どんどん増えてきているんです。皆さんの身の周りにも たくさんそういう方がいらっしゃるのではないでしょうかもしくはこれを聞いているあなた自身が今そのような生活を送ってしまっているかもしれません。 ですが、はっきり申し上げておくと、このような生活を続けていたら、糖尿病になっても仕方がありませんし、その他の生活習慣病も引き起こしてしまう可能性が大いにあります。誰もあなたを守ってはくれない。あなた自身の健康というのは、あなた自身の手で守る以外にないんです。だから、 完璧な食生活を送りなさいとまでは言いませんが、せめてこの動画でご紹介するような、絶対に避けていただきたい、闇が深すぎる食べ物だけでも、 徹底的にあなたの生活から排除していただきたいと思うわけです。さらに糖尿病だけでなく、がんも問題です。日本では男性の60%、女性の45%が一生のうちにがんにかかります。これも他の国と比べて非常に高い数字であります。事実日本では国民の3人に1人ががんで亡くなっているという現状があります。これは死因のトップですし、がんが死因の1 とというののはははなななんん世界でででも日本だけなんです国民の2人人人人ににに1 1癌癌かかり3人に1人は癌で亡くなるこの数字を私たちはもっと重く受け止める必要がありますさらには国民の2人に1人が何かしらのアレルギーを持っています半数以上の人々がアレルギーを持っているというのは何かがおかしい状況です昔はそんなにアレルギー持ちの人はいませんでした それが現代になって急速にアレルギー持ちの人が増えているんです特に特殊なものではなく身の回りの普通の物質や食材に関してアレルギーが出てしまうという点が問題なんですまた杉花粉症の人口も年々増加していると言われています人口は減り続けているのに花粉症になる人はどんどん増え続けているんですおかしな話ですよねこのような状況を考えれば私たち日本人の生活習 感というのはそもそも根本的にどこかおかしいのではないか私たちの食生活というのは何か間違っているんじゃないかと思わざるを得ませんよね我々の生活習慣がこれほどまでに私たち自身を不健康にしているのであればそれを改める時期が来たのではないでしょうか特に食習慣が私たちに与える影響というのは甚大です正直食事にめちゃくちゃ気を使っている私からすればなぜみんな なこれほどままでに食に食無頓着んんだろうと首ををげざるを得ませんそして非常にもったいないことだなと残念に思っています。はっきり言わせていただくと今の日本人は間違った食べ物を食べていると言わざるを得ない状況が続いているんです。ということで本日は 60歳以降は絶対に食べてはいけない。闇が深すぎる食品について徹底解説して参りましょう。もちろん、この動画を見ている60歳以下の方も絶対に食べてはいけませんが、特に60歳を超えてから今日紹介するような食品を食べてしまうと、本当に取り返しのつかないようなダメージを体に与えてしまうことになるので、ぜひ集中して聞いていっていただければと思います。それではどんどんご紹介していきましょう。 まず一つ目にご紹介したい、60歳以降絶対食べてはいけない食べ物は、つまり、スーパーに平気で売られているあの惣菜であります。さて、 スーパーの惣菜、結構利用している人多いのではないでしょうか。スーパーの惣菜というのは確かに便利で、多くの人たちにとって大変重宝されている食べ物であります。スーパーもこの需要を見逃さず、和食から中華、タイ料理などなど、様々な種類の惣菜を提供しています。昔は、 店内で少量作る程度だったものが今では大々的に行われております。皆さんの近所のスーパーでも様々な惣菜が売られているのではないでしょうか。最初は買うつもりがなくとも、スーパーの店内を回っているうちになんだか美味しそうに見えてついついカゴに放り込んでしまうなんていう経験を皆さん日々していることでしょう。 ですが、実はその惣菜には罠が隠されているんです。まず、惣菜の製造方法というのは大きく3つに分けられます。1つ目は、インストアクッキング。 つまり、店内で作る方法です。この場合、賞味期限は短くて、1から3日程度です。二つ目は、アウトパックと呼ばれるもので、これは、外部の製造業者が作って運んでくる素菜です。賞味期限も、こちらも短いですが、2、3日持つことが多いです。そして三つ目が、リパックです。これは、スーパーが業務用の袋などから、販売用のパックに詰め直す作業をしただけのものになります。この時点で かなり意外ですよね。スーパーで売られている惣菜というのは当然全部スーパーの店内で作られているものばかりだと思っていた人も多いと思います。ですが現実はそうではありません。皆さんもお分かりの通り、この中で注意しなければいけない惣菜はアウトパックとリパックの惣菜です。ということで、 それぞれの注意点について解説していきましょう。まずはアウトパック惣菜から参ります。この手の惣菜は外部の業者が作るので品質管理が一定でないことがあります。例えば保存量や添加物が多く使われている場合考えてみればわかりますが体に深刻な害を及ぼすことがあります。惣菜というと手作り感があってそのような保存量や添加物が使われていないと思っていた方も多いかもしれません。 がそれは間違いといととうこと特にこのアウトパック惣菜の場合はガンガン添加物が使われていますから本当に要注意であると思っておいた方が良いでしょう。 また、外部の業者が運んでくる間に温度管理が適切でないと食品が腐りやすくなります。もちろん、完全に腐り切った食べ物が提供されるわけではありませんが、食品の質が低下し、例えば、過酸化脂質を多く含んだ食材になってしまっているなどの状態でも平気で販売されていることがあるんです。また、当然のことながら、このように腐ってしまっては、 売り物になりませんから腐ることを防ぐためにたくさんの保存料や防腐剤が使われている場合があります。 皆さんも食品を作っている業者の立場になってみてください。腐ったら売れませんよね。また、腐っていたらクレームめちゃくちゃ来ますよね。そんな大変なことになってしまったらもうどうしようもないので、そういった事態をあらかじめ防ぐために保存量や防腐剤をたくさん使って安全にしておこうと考えるのは結構自然なことではないでしょうか。例えば、白子タンパク、カッコ抽出物という保存量がよく使われています。これは 魚の清掃から取られる成分で抗菌力があるため保存料として用いられておりますしかし近年では保存料が使われていると言うと健康に敏感な多くのお客さんが敬遠する傾向にありますそうすると製造者側はどうするかと言うと代わりに 保存効果のある添加物を使うことが多いです。これにはグリシン、酢酸ナトリウム、pH 調整剤などがあります。ここで盲点なのが、製品に 保存量無添加と書いてあっても、保存効果のある添加物は使われていることが多いという点なんです。つまり、見た目は保存量不使用に見えても、その他の添加物によって保存性を保っている場合があるんです。これは非常に恐ろしいことだと思うわけです。保存量無添加を謳って、 まるで体に悪くないようなふりをしていながら、実は保存効果がある添加物が含まれてしまっているわけですから、本当に驚きです。 これは保存効果のある添加物を使っていても正式な保存量を使っていなければ法的には保存量不使用と表示できる抜け穴が存在するがゆえに起きている現象なんです。またさらに恐ろしいのがグリシン、酢酸ナトリウム、PH 調整剤などの添加物には使用基準、っこ上限が設定されていないということ。使用基準がないというのは簡単に言えば 添加物をどれだけ多く使っても法的には問題がないということうこのような状況下で業者の中には日持ちを最大限に伸ばすために添加物を味が変わらない程度にできるだけ多くギリギリまで入れるという方針をとっているところもあります確かにこのような保存量を大量に使えば長期間保存できるかもしれませんが添加物の量が多いと当然ながらそれだけ 体に与える影響も大きくなります。あなたが若かろうが年をとっていようが過度な添加物の摂取は健康に悪影響を与える可能性が高いと言わざるを得ません。さらに使用基準がない添加物はしばしば新しいもので長期的な健康影響がまだ十分に研究されていないケースもあるんです。このような状況は消費者にとって決して望ましい状況とは言えません。 保存量が入っていないと思って購入したにもかかわらず知らず知らずのうちに大量の添加物を摂取してしまっている可能性があるわけです。特に高齢者にとっては気になるポイントかもしれません。体が弱くなると添加物による影響も大きくなることがありますから。なので買う前にはしっかりと成分表を確認し何がこの食べ物に含まれているのかをしっかり把握するということが極めて重要なんです。 特に60歳以上の方々にとってはこれらの添加物のチェックは重要です。というのも食品に含まれる添加物や保存量は特に高齢になると体に悪影響を及ぼす可能性が高くなるからであります。また 添加物不使用のものの場合も、品質管理を怠った、腐った食品を食べた場合、若い人よりも体調を崩しやすく、一度体調を崩したら、そのまま大ごとになってしまう可能性もあるため、特に注意が必要なんです。このように、アウトパック惣菜の短い賞味期限や、品質管理の不確実性、添加物の有無などを考えれば、選ぶ際にはかなり注意が必要だと言えるでしょう。 それでは、アウトパック惣菜の次は、リパック惣菜というものについて解説していきます。まず、リパック惣菜という言葉に驚きがありますよね。スーパーが大量に仕入れた惣菜を店内で少量ずつに分けてパックするだけ、そんな詰め替えるだけで惣菜として販売していいのかと思われる方も多いかもしれませんが、実際多くのスーパーがこのような方法で惣菜を販売しております。例えば、 ポテトサラダの業務用パックをスーパーが購入したとしましょう。スーパーはこれを小さなトレイに小分けして丸々スーパー製掃剤として提供するわけなんです。これをする理由は トレイに乗っているだけで手作り感が出てお客さんに安心感を与えられるからです。実際皆さんの中にもそのように小分けにされたポテトサラダなどを見て、ああ、このお店はちゃんと手作りしているんだなぁと勘違いして購入していた方も多いでしょう。しかし実際には大量生産されたものを単に分けているだけなんです。さらにこのリパック惣菜において、 製造者イコール、そのスーパーになるという点も重要です。例えば、スーパータケミという店が、業務用の総菜を仕入れた場合、その商品を店内で小分けして販売すれば、商品のラベルには、製造者、スーパータケミと表示されます。 これによってお客さんは、ああ、この惣菜はスーパー竹見で手作りされたものなんだと安心して購入するかもしれません。しかしこの製造者の表示は実際のところほとんど信用できるものではありません。例えばこのポテトサラダは本当は外部の工場で作られたものです。その場所が国内であれ、海外であれ、別の場所で作られたものが最終的にスーパー竹見で単に小分けされただけなんです。それで でも法律的には製造者はスーパーたけみとなるんです。これは 非常に恐ろしいトリック、スーパーの闇と言えるでしょう。また、当然ながらこのような方法で売られているのは、ポテトサラダだけではありません。皆さんがよく知っているような和食系のもの、例えば煮魚やおひたしなどは自家製と思われがちです。特に簡単に家庭で作れるものは、スーパーだって当然作っているだろうと錯覚し、無添加、店内調理と信じて買う人が多いんです。しかし、現実は違います。 多くのスーパーでは、これらの和食系の惣菜も大量に作られた仕入れ品を店内で小分けにして売っています。自分で作れるのならば、きっと店でも手作りで無添加でしょと考えるのは、ある意味自然なことなんですが、それこそが落とし穴であります。例えば 小松菜のおひたしが手作りで無添加だと思っていても実際には外部の工場で作られていて様々な添加物が使われているケースが多いんです。スーパーでの惣菜選びでは思い込みやパッケージに頼らず常に疑いの目を持つことが大切だとよくわかるのではないでしょうか。 このように、外部業者が作っただけの工場で作られたような素菜を食べている場合、何も意識せず、カップ麺や加工肉などを食べている人よりも、むしろ添加物を摂取してしまっていたなんていう場合もあるので、注意が必要です。加工食品に対する警戒心は多くの人が持っています。 特に60歳以降の方々は健康を考えるとカップ麺やハム、ソーセージなどを避ける傾向があります。それは一見良いことに思います。しかしその一方で惣菜に対する警戒心はなぜか低いという現実があるわけです。市販の惣菜にはこれまで解説してきた通り、たくさんの添加物が使われている場合があります。しかもその量は想像以上に多いことも多々あって、 実際には加工食品よりも多い場合も少なくないんです。なぜならば、加工食品というのは保存が効くため必ずしも多くの添加物が必要ではないが、惣菜は日持ちがしないから多くの添加物が使われる場合があるわけです。惣菜は見た目や味は手作りに近いものが多くなんとなく安全だと感じられることが多いです。でも今日見てきた通りで惣菜にも実は多くの添加物が使われている いたんです特にリパックされた惣菜には保存量や他の添加物が多く含まれている場合があります。例えば真空パックされた惣菜は空気を抜いて加熱殺菌されておりますから保存量は本来不要なんです。ですがそれが店で開封されて小分けにされるとその惣菜は空気に触れることになります。つまり細菌に触れることになるんです。 このような場合、その後の日持ちを考慮して、新たに添加物が加えられることがあるんです。消費者を意図的に手作り感で騙すために無駄に無駄を重ねて、予想以上に多くの添加物が使われているというのが、惣菜の現実なんです。健康のために添加物の使われてなさそうな手作り感のある惣菜を選んでいたという方、 残念ながらもしかしたらあなたはカップ麺を食べているよりも大量の添加物を摂取していたのかもしれません。添加物を避ける努力というのは大変素晴らしいですが、その努力が加工食品だけに向けられていると。 思わぬところで足を救われてしまう可能性があるわけです。スーパーで惣菜を選ぶ際にも成分表示をしっかりと確認して、添加物の量や種類にも目を光らせるようによろしくお願いいたします。加工食品だけでなく、惣菜にも注意を払って、全体的に健康的な食生活を心がけることが大切なんです。 一番安全なのは当然、惣菜を買わないという選択になります。ですが、忙しくてどうしても惣菜ではないと間に合わないような時もあるでしょう。 そんな時にはインストアクッキングで作られたものを選ぶことがいいんですがそれでもしっかりと賞味期限や成分を確認するようにしましょう特に調理場がお客さんから見えるようになっているようなスーパーはとても素晴らしいお店と言えるでしょうそのようなスーパーで決して半額になるのを待たずできるだけ出来たてを購入するようにしてくださいというのも調理に使われている油というのは時間が経てば経つほど脂質の質 が低下し、加酸化脂質に変わっていってしまうからであります。確かに閉店間際に3割引きとか半額になる惣菜は魅力的ではありますが、そのような惣材というのは質が劣化してしまった現行に悪影響のある惣菜なんです。そういった値引きされた惣菜をたくさん食べて病気になってしまっては、かえってお金がかかってしまいますし、人生の質まで大きく低下してしまいます。基本的には。 惣菜はなるべく買わないスタンスでいる。それでもどうしても惣菜が必要な時は調理場が外から見えるようになっているスーパーで出来立てを購入するということを心がけていただければ最高です。それではお次二つ目にご紹介したい。 60歳以降は絶対に食べてはいけない闇が深すぎる食べ物は丸々殺菌されたミネラルウォーターであります。さて、ミネラルウォーターを飲むというのは一見とても健康的な行為のように思いますが、その裏には予想外の危険性が潜んでいることもあります。2019年には大変信頼されている無印良品のミネラルウォーターから発言性のある周素酸が検出され、59万本のボトル

自主回収されたニュースを覚えているでしょうかこれは本当に驚くべき事態で多くの人がびっくりしたことだと思いますこのシュウソ酸という物質は非常に危険なもので神経や消化器系に深刻な影響を与える可能性があるとされています例えば長期的にこのような水を飲み続ければ線毛や転換性発作などの重篤な神経疾患を引き起こすことがあり得るんですこのシュウソ酸がミネラル ウォータにに含まれていた原因は殺菌方法に問題があるからです特にオゾン殺菌という方法は効率的に菌を殺す一方でこの危険な臭素酸を生む可能性が高いです水を飲むという日常的な行為が実は健康に影響を与える可能性があると聞くと多くの人が驚くでしょう 特にミネラルウォーターというと健康に良い水というイメージがありますがその製造過程でどのような殺菌方法が使われているかによっては意外なリスクが潜んでいる場合があります。オゾン殺菌というのはその名の通りでオゾンガスを使って 水中の菌を殺す方法です。このオゾンの殺菌力は非常に強いんですが、その反面発がん性のある臭素酸という物質が生成される可能性があるんです。このように健康そうに見えるミネラルウォーターであっても、そこには健康被害が隠れている可能性があります。だからこそ、ミネラルウォーターを選ぶ際にはただ美味しい。 または、ラベルが綺麗だからといった理由だけで選ばない方が良いです。どのメーカーのミネラルウォーターを選ぶのか、その殺菌方法は何なのかという点にも注目して、ぜひ賢く選んでほしいです。 例えば、メーカーに直接問い合わせをして、どのような殺菌方法が使われているのかを確認するというのもいいでしょう。それが一番確実な方法であり、自分自身と家族の健康を守る手段ともなるんです。水は生命にとって必要不可欠なもので、毎日何度も口にするものですから、その安全性はしっかりと確認しておく必要があるでしょう。 自分の健康だけでなく、家族の健康も考慮に入れて、安心安全なミネラルウォーターを選んでいただきたいと思います。それでは、お次3つ目にご紹介したい。60歳以降は絶対に食べてはいけない。闇が深すぎる食べ物はズバリ、チェーン店の揚げ物であります。さて、皆さんはチェーン店の料理に肉料理とか揚げ物が多い理由を知っているでしょうか 皆さんが肉料理や揚げ物が大好きでたくさん頼んでくれるからだ。確かにそういった理由もあると思いますが、メインの理由はそうではありません。 肉料理や揚げ物がメニューに多い理由は店側にとって便利だからです。安くて短時間で調理でき、さらに多少質が悪くなった食材でも味がそれほど変わらないからなんです。しかし、その便利さの裏側をよく理解しておく必要があるでしょう。例えば外食の揚げ物は特に品質の低い油で調理されることが多いです。というのも当然ですが、質のいい油というのは お値段が高くなっておりますから、そのような油でいちいち上げていては、採算が取れなくなってしまうからです。安く済ますために、外食店の油は低価格で質の悪いものが多く、さらに何度も使い回されることも多いです。ただでさえ出が悪いのに。 その使い回しによって、加酸化脂質が多く含まれていて、これが体に大きな負担をかけるんです。外食チェーンで働いたことがある人は、真っ黒な油を使い続けているお店を見て、驚いたことがあるのではないでしょうか。揚げ油の品質が悪いと、その油で揚げた食品自体の品質が低くなります。低品質の油は、多くの場合、遺伝子組み換えの大豆や菜種、さらには、 油絵師由来のパーム油で作られております。これらの油が体に与える悪影響は単に油っこいから良くないというレベルをはるかに超えております。量を控えれば大丈夫と思うかもしれませんが、実際にはそう簡単な問題ではありません。 たとえ少量であっても体にとって有害な成分を取り入れることは時間が経つと積み重なって健康を害します。特に心臓や血管、肝臓などに影響を及ぼす可能性が高いんです。こういった悪影響は特に60歳以降の方にとっては深刻な影響になってしまいます。要するに、 外食で揚げ物を食べることは見かけの楽しさや便利さの裏に隠れた健康リスクをとっているということに他なりません。さらに、年を重ねればそのリスクはさらに高くなるんです。これからの健康を考える、健康的な老後を送るということを考えると揚げ物を選ぶ際にはその裏側も しっかり考慮するべき時期に来ていると言えるでしょう。もちろん、揚げ物が大好きで、たとえ死んでも揚げ物を食べまくりたいんだという人は別に止めやしません。 ですが、揚げ物も好きだが、しゃぶしゃぶが好きだという方は、しゃぶしゃぶを選べばいいですし、揚げ物よりも、お刺身が好きだ、焼き魚が好きだという方はもちろん、そういった健康的な食材を選んでいただければバッチリです。あえて揚げ物を食べ続けなければいけない理由があなたにあるのか、そこのところをしっかりと考えて、今後の食生活を考えてみてほしいです。 それでは次4つ目にご紹介したい。60歳以降は絶対に食べてはいけない。闇が深すぎる食べ物はズバリ、安すぎるナッツであります。さて、ナッツが健康食品として注目されておりますよね。きっと、このチャンネルをご覧の視聴者様も、 多くの方が日常的にナッツを摂取していると思います。YouTube や書籍などでもよく特集されて健康に良いとされておりますし、実際に非常に健康に良い食品ですから多くの人が積極的に食べている傾向にあるというのは素晴らしいことだと思います。しかし、このナッツ、特に安く手に入るものには実は大きな危険が潜んでいるということも知っておかなければいけません。 それはずばりカビであります。実はカビが生えたナッツを食べると健康に非常に悪影響を及ぼす可能性があるんです。具体的にはこのカビに含まれるアフラトキシン B1 という物質が非常に強い発がん性を持っているとされています。国際癌研究機関でさえこの物質を最も危険なグループ1に分類しているほどなんです。 特に気をつけていただきたいのはセール品のナッツです。半額セールで出ているナッツは、賞味期限が近いか、長い間店頭に置かれていた可能性が高いですから、カビが生えているリスクも当然高まっています。 お金を節約したい気持ちはわかりますが、その代償が健康を失うことだとしたら、それは高すぎる代償でしょう。また、ネット購入も慎重になる必要があります。品質が確認できないため、カビの生えたものが送られてくる可能性もあります。実際、アマゾンなどで安く大容量で販売されているナッツのレビューを見てみると、カビが生えていて食べることができなかったなどといったレビューを目にすることができます。その購入者の人は、 実際に、ああ、これ、カビが生えてると、事前にカビに気づけたからいいんですが、気づかずに食べてしまっている方も、中には大勢いらっしゃるはずなんです。このようなことから、ナッツを食べるときは、慎重に、品質の良いものを選んで購入するようにしましょう。また、日本の家庭環境も、高温多湿で、カビが生えやすい状況が多いです。つまり、家での保管方法も重要であるということ、というより、 ナッツなど、うまく保管できていない人があまりにも多いので、家での保管は基本的には考えない方が良いです。大量に購入して、ストックしておくというよりは、必要な分だけを買って、開けたらすぐに食べきるというのが、最も安全で確実な方法であると覚えておきましょう。ナッツは、確かに健康に良い食品なんですが、その裏に潜んでいるカビの危険性も知って、賢い選択をすることが重要です。カビが 生えたナッツを食べるリスクは発願性が高く命に関わる可能性もありますですからナッツを選ぶ際品質と新鮮さに注意を払うようによろしくお願いしますまた。 もう一つ、ナッツを食べる上で十分に気をつけていただきたいことがあります。それは、食べ過ぎという危険性であります。ナッツというのは、ポリポリと楽に食べることができてしまうため、ついつい食べ過ぎてしまいやすい食材の一つであります。スマホで動画を見ながら、 ポリ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 と食べていたら一袋全部完食してしまったなんていう方も多くいらっしゃるかと思います。確かにナッツは健康や美容に良い,いと言われていますが、良い,いからといってたくさん食べ過ぎてしまうと意外と体に悪影響を及ぼす可能性もあります。まず、便秘や下痢の問題があります。ナッツには不要性の食物繊維が多いため、一見便通を良くするように思います。皆さんも 食物繊維は腸内環境を整えて、便秘や下痢を改善してくれるというイメージをお持ちだと思います。確かにそれは正しい知識ではありますが、不要性食物繊維だけを選択的に大量に取り過ぎるというのも問題があります。 というのも、不要性食物繊維は水分を吸収しすぎて、便を硬くする作用があり、大量に摂取すると便秘の原因になる可能性があるからです。またナッツは脂質も大量に含まれておりますから、消化に負担をかけ、下痢を引き起こす可能性もあります。 このようにナッツというのは実は腸内環境を乱してしまう可能性もあるので大量に摂取するのは控えるべきです。さらに肌の状態にも影響が出ることがあります。ナッツに含まれるオレイン酸や亜鉛は 健康な肌には良いんですが、食べすぎると油分が多くなり、皮脂が過剰に分泌されます。それが毛穴に詰まって、ニキビや肌荒れを引き起こす可能性もあります。皆さんの中にも、ナッツをあまりにも大量に食べすぎて、翌日、ニキビがたくさんできてしまったという経験をお持ちの方いらっしゃるかもしれません。 このように、ナッツというのは大量摂取によって肌に悪影響をもたらしてしまう可能性があるということもぜひ覚えておいてほしいです。またナッツはとても高カロリーで高脂質な食品であります。ちょっと手に取るだけで600キロカロリーも取ってしまうことがあります。特に60歳以上の方々は若い頃と比べて 運動量も減ってくるので、消費カロリーが少なくなっています。そのため、簡単に太ってしまうリスクが高まるんです。もちろん、これはナッツだけに限った話ではありませんが、ナッツは食べ過ぎによる健康への悪影響が大きい食品ですし、ついつい、 ポリポリ食べ過ぎてしまう食品でもあるので、ぜひ皆さん意識して適量を心がけていただけたらと思います。ちなみにナッツの適量に関しては 27g 程度と言われているので、こちらを目安にしていただくと良いでしょう。ぜひ新鮮なナッツを適量食べるという習慣をコツコツ長期的に続けて、 健康的なナッツライフを送っていきましょう。それでは次、ラスト5つ目にご紹介したい。60歳以降は絶対に食べてはいけない。闇が深すぎる食べ物。それは、安すぎる粗悪な食品であります。さて、安い食べ物には大きなリスクが隠れているということを、私たちは常に忘れてはいけないんです。一部のコンビニ弁当や加工食品は、一見安くて便利に思えますが、その安さの 裏には様々な理由が潜んでいますそれは良くない品質の素材が使われている場合が多くさらに大量の化学物質が使われているからです安く販売するためには当然ながら原材料の値段を下げるしかありません 原材料が高いまま値段を安く販売していたら赤字で経営していくことなどできませんつまりどうしても安い商品というのは原材料の質を犠牲にせざるを得ないんですこれらの食べ物を食べると体内に 添加物物や劣悪悪な油といいいった体に悪い化学物質が取り込ままれていきます一部はちゃんと体外に排泄されるかもしれませんが残った部分に関しては体内に蓄積されていきます。どちらにせよこれらの化学物質が私たちの健康に良い影響をもたらすわけではありませんこのような食品に含まれている化学物質は製造業者や販売業者がコストを抑えたり商品を長持ちさせたりするために使って 消費者の健康を考慮して使われているわけではないんです目の前の安さにつられて買うことが本当に得なのでしょうか確かに安い商品を買うことで短期的には少しのお金を節約できたかもしれませんが長期的に見ればその代償は大きいです生活習慣病と呼ばれる病気は主に食習慣から来るものだからですその治療費は 高額になる場合が多く、それを考えれば安い食べ物を選んだことが本当に得ではないということがわかります。食べ物を選ぶ際にはその食品がどのように作られているのか、どんな成分が含まれているのかを考えましょう。そしてそれが自分の健康にどんな影響を与えるのかをしっかりと考えることが大切です。そのようにして選んだ食品が長い期間健康を保ち、医療費を節約する道につながると考えてください。 くださいこんな時代だからこそ目の前の小さな選択が将来の大きな影響をもたらすということを理解し賢く食べ物を選ぶべきですそれが健康で長い人生を送るための大切な第一歩となるんですそれでは最後に本日解説した内容をしっかりとまとめておきましょうとても重要な内容多かったと思います本日のまとめ ポイント1、糖尿病になる人、癌になる人、そしてアレルギー患者が年々増え続ける日本の食生活は間違っていると言わざるを得ない。特に60歳以降の人が誤った食生活を続けてしまうと取り返しのつかないダメージを 体に蓄積してしまうことになるため、早急に食べるものの見直しを行いたい。ポイント2、スーパーの惣菜をその手作り感から健康にいいと思って購入している人もいるが、実はそこにはたくさんの闇が隠されている。主に問題なのは、そのスーパーの中で手作りをしていない外部業者から購入しただけの惣菜であり、そういった惣菜には、 添加物が大量に使われている場合も多いので注意しよう。惣菜は基本的には購入しないようにして、どうしても購入しなければいけない時は、外から調理場が見えるようになっているスーパーで出来立てを購入するようにしよう。 ポイント3。一見安全で健康そうに見えるミネラルウォーターであっても、その製造方法によっては危険な物質が含まれてしまうこともある。ミネラルウォーターを選ぶ際には、その殺菌方法までしっかりと確認して購入することが大切である。ポイント4。 外食チェーン店の揚げ物に使われている油は非常に質が悪い油が多くさらにそういった油を何度も使い回しているためめちゃくちゃ健康に悪い過酸化脂質が大量に含まれた最悪の油になってしまっている。 ポイント5セール品や保存状態が悪いナッツにはカビが生えていることが多く発言性もあるため注意が必要であるまたナッツに限らず安すぎる食品には様々な添加物が使われていたり粗悪な原材料が使われている場合が多いのでしっかりとそういった商品を見極める目を持とう 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました